フレデグンドあるいはフレデグンダは、メロビング朝ソワソン王キルペリク一世の日。彼女のすべての富と権力は、キルペリクとの関係を経てもたらされた。フレデグンドはもともとキルペリクの最初の妻アウドベラの、召使いだったが、キルペリクの愛を勝ち取った。彼女は、アウドベラを遠ざける策を巡らし、王妃が王と婚姻関係を継続できないよう仕向けて、 彼女を修道院へ送ることに成功した。しかしキルペリクはイボアにシギベルト一世の結婚を羨み、フレデグンドを含む目かけを遠ざけて、西豪都族の王女、ガルスビントと結婚した。ガルスビントは同年死去したが、おそらくガルスビントの後、568年後の王妃になったフレデグンドに締め殺されたと考えられる。しかし、ガルスビントの妹ブルンヒルドは、 幸福として40年以上にわたる構想を始めた。玉座に座り、トゥールネの二人の若者に、アウストラシア王シギベルトの暗殺を命じるフレデグンド。トゥルネーのノートルダム大聖堂の窓にある15世紀以降の後半が。フレデグンドは575年のアウストラシアのシギベルト一世暗殺のほか、シギベルトの息子キルデベルト二世と義理の兄のブルグント王。 グントラム、そしてブルンヒルドの暗殺を命じたと言われる。また、警視が夫の後を継いで大いにつくことを恐れ、彼らを排除しようと格索した。フレデグンドは、かつて王妃の地位にあったアウドベラを暗殺し、彼女とキルペリクが設けた王子メロビングとクロビスを、関係により、死へ追いやった。584年に、キルペリクが不可解な状況で暗殺された後、フレデグンドは、 夫の財産を抱えてパリの大聖堂へ逃げ込んだ。グントラムは彼女と彼女の生き残った息子クロタール二世を592年に自身が死去するまで保護した。トゥールのグレゴリウスはフレデグド同冷国で感覚的な残忍性を持つとし恐ろしさにおいては並ぶ者はいないだろうとしている。彼女は生きてそれを見ることはなかったが彼女の息子によるブルンヒルドの処刑には フレデグンドの憎悪の痕跡が見られた。クロタール2世は今や60代になった年老いた王妃を丸々3日間合問題で引き延ばし、そして彼女が死を迎える様を観察した。ブルンヒルドは4頭の馬の間に鎖で繋がれ、東西南北に追い立てられた馬は彼女をバラバラに引き裂いた。597年12月8日、フレデグンドはパリで死去した。 フレデグンドの墓は、大理石と銅のモザイクで作られ、サンジェルマンデプレの教会堂に由来する、サンドニ大聖堂に安置された。フレデグンドとリグンと、後半が、アンリエット・ギゾ・ドゥ・ビット・ビ・ースト・アール・デラ・パトリ、1887より、フレデグンドは、シンデレラとして知られる昔話の、たくさんある転居のうちの一つに押されている。民族学者、アラン・ダンダスは、 シンデレラ、エーケイスックで、トゥールのグレゴリウスのフランク氏から以下のように引用している。フレデグンドは、宮廷で自分こそ女主人として偶されるべきだと主張し続ける娘、リグンドに嫉妬した。フレデグンドは、機会を待ち、自分が寛大であると見せかけ娘を宝物庫へ連れて行き、大きな箱の中に収められた王の財宝を見せた。フレデグンドは、 疲れたように装って、うんざりです。そなたが手図からそなたの望むものを取りなさいと言った。その後すぐに母親は力ずくで娘の首を蓋に挟んで殺そうとした。しかし、ようやく、メシ使いたちがリグントを助けに駆けつけた。リグントがスペインにいる西ート王族の婚約者、レオビンギルドの息子レカレドの元へ送り出された時、彼女の側近たちは、 フランク王国の貴族たちが国庫を損ねるとして反対するほど多くの贈り物を携えていった。フレデグンドはすべての贈り物は彼女の夫がその寛大さによって自らの蓄えの中から出したものだと主張した。長い旅の途上、リグントの召使いたちは繰り返し略奪を行い彼女を見捨てた。そしてリグントがトゥールーズにたどり着く頃には宝はほとんど残っていなかった。 584年にキルペリークが死ぬと、アキテーヌの弟子デリウスは、残りの宝を確保するために、トゥールーズへ出向いた。チザム、ヒュー、エド、フレデガンド、インスイクロープギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。